スラヤ・パックザド・スラヤ・パクザッドはアフガニスタンの女性の権利活動家である。1998年に彼女はボイス・オブ・ウィメンを設立した。これは女の子に読書を教えることから始まり、現在は女性にシェルター、カウンセリング、職業訓練を提供している。この組織はタリバンのために2001年まで秘密裏に働いていた。実際、読むことを教えられている2人の少女たちは、 捕まるのを恐れて本を燃やさなければならなかった。ボイス・オブ・ウィメンは2001年に公式 NGO に指名され2002年にアフガニスタン政府に正式に登録された。またアフガニスタン憲法の発展にも役立った。パクザットは2008年に米国国務長官から国際有機賞を受賞しアフガニスタン大統領からメロリーメダルを受賞した。彼女は2009年に タイム100に選ばれた。2010年には、ペンシルベニア大学から、名誉博士号、バーリントンカントリーカレッジから、名誉芸術学士号、クリントングローバル市民賞を受賞した。2011年、ニューズウィークは彼女を世界を揺さぶる150人の女性の一人に指名した。2012年、彼女は、ドイツのアストライーフィメールリーダーシップファンデーションから、 女性リーダーオブザイヤー賞を受賞した。ありがとうございます。